俳優の上木隆之介、30、が主演を務める NHK 連続テレ、小説、乱漫、月土曜前8.00、土曜は一週間ぶり返し、は4日から第23週、山桃に入る。以下、ネタバレ、朝ドラ通算108作目、日本植物学の父と称される、の、富太郎をモデルに、江戸末期から昭和の、劇、の時代を生き抜き、明るく、 草花と向き合い俗、他、主人公、牧野万太郎の人生を描く。脚本は、NHK、行官房、群情領域、旅やお帰りなども手掛け、注目の劇作家、おさだい氏。親睦新木の朝ドラで、和2007年度前期、どんど晴れ以来16年ぶりに作目。初主、となる。男性主人公は20年度前期、エール、久保田正、以来3年ぶり。 自習予告。竹を、子孫淳と、あや、佐久間、衣は上京し、屋台を開店。資金をため、新しい酒を夢見る中、藤丸、前原水希は、酒作りの研究、俺、やりたいって、あやは、新しい酒のご注文、受けたまわりま、た。役柄は不明だが、井上淳、芹沢光人らの姿も、た。SNS 上には、 酒造りの研究を藤丸が綾竹和やそして藤丸と組んで酒造り綾さんと藤丸区が日本酒造りでつながるのかなワクワクス予告などの声。畑の前原博志野宮、亀田義明に区、綾藤丸のまさかのタッグ結成なるか。今作全130話26週。 本編最終回は9月29日の予定。